久保さんアドラーの心理学っていうのがありましてその面白いシーンがあるんですよでそのなんかその赤面症の女性の話が出ててその鉄人っていう人にねその赤面症の女性がね相談しに行ったらしいんですよでその鉄人にこう女性は言うんですよ「私はその赤面症だから告白好きだけど告白できないんです」。赤くなってしまって何も喋れなくなるんです。 これどうしたらいいですかとな。直す方法を教えてくださいみたいなね。鉄人にこうその相談しに行くんだけど、その鉄人は、治さないと。<laughs> で、女性は、なんでですかみたいなね。治せるんじゃないですかみたいなね。いや、あの、あなたは、赤面症、あなたから赤面症を取るとね。あなたから赤面症を取ると、 今度はこういうい悩みが来すかあの違う悩みですよね〇〇だからみたいな赤面症ではないけれども〇〇だからと要はあなたは赤面症を理由に、うん、今の状態を作ってるとだから要はその赤面症だから告白できないつまり、えー、告白してするっていうことは断られる可能性もあるわけじゃないですか でも赤面症を理由にして告白しなければあの断られるっていう嫌な気持ちになることは一切ないんですよね。うん。だから、あの、取りませんみたいな。うん、あなたは実は赤面症を理由にして告白から、まあ、まあ、言葉はこういう言葉は言ってないんですけども、そのリスク、失敗を恐れていると。ね。そう実は 心理の心理の潜在意識の中で告白したら断られたらどうしようっていうのは実は思ってるんじゃないかと。うん。みたいなね、なんかそんな感じなんですよ。で、まあ最終的なオチとしては、その女性はなんかね、あの、なんですかあ、その男性とお付き合いできるようになったらしいんですけどね、付き合いあの告白してね、うん。で、まあ青年もいるんですよ。で、青年もその話を聞いてて、なんでナじゃないんですかみたいなね。 みたいなね <laughs> そうでまあその青年に対してその事例をねまあ、こういう感じだよって説いていくんですけどそのまあ人っていうのはやっぱ何かのこう、うん、できない理由をつけることによって何かを担保したりとかしてる部分があるんですよ。本当はこうしたいんだけど、うん、それをやらないことによってその〇〇をつけることによって そこのリスク回避というかね、自分の今のコンフォートゾーンを守るというか、まあそういう心理が働いてる部分が、まあ全部じゃないかもしれないですけど、結構多く働いてるかなと思いますね。うん。まあこれは非常に面白い。僕はアードラー心理学勉強してて、面白いなと思ったんですけどね。直しませんみたいな。<laughs> で、青年が、なんでですかみたいなね。こんなやりとりが好きなんですけど。うん、そう。はい。なんで、 あの失敗を恐れるなまあ恐れるんだけども失敗は怖いしだね本当に稼げますかと億万長者合宿に参加したら本当に億万長者になれるんですか本当に億万長者になれるんだったらいくらでも払いますよみたいなね <laughs> 質問昔ありましたけどねみんな怖いですよ、うん、でもそれでもやるかやらないかなんですよね結局はうんそれでも告白して振られるかも分かんないけども 告白するかかしないかですよでもねもし10年後ですよ振り返った時に「ああん時告白しとけばな」って思うのか思わないのかもそれを10年後になってみないと分かんないですけどでも僕は告白して仮に振られたとしても10年後振り10年後その10年前のことを振り返ってねあの時勇気を持ってね自分の思いを伝えてよかったなと思えるような思い出になってるんじゃないかなと僕は思いますけどね。 でもそれを告白せずにね、ずっと、ああ、あの時なんで私告白しなかったんだろうと。みたいなね。<laughs> 思ってる。まあそれは10年後じゃないとわかんないですけどね。30年後じゃないとわかんないですけど。まあ、それが、まあ恋人の、まあ特にそのね、なんだ、結婚、結婚するプロポーズとかになってくるとね、あの、結構人生変わるじゃないですか。結婚するのかしないのかっていう話なんて。 結構人生変わりますよねじゃあ例えばその時にあのね男性からこう待っていてね,ね結局その結婚に至らず自分からアプローチしていれば今結婚してたかもしれない50歳独身女性みたいなねうんうまあそれはまあ人それぞれですけどねあとドラマで101回目のプロポーズみたいなのありますけど101回断られるけど101回目は分かんないぞみたいな。 でも、あの、101回目のプロポーズも、あの後、いろいろ続きがあるんですよね。その後、うまくいかなかったりとかね。いろいろ。だから、その、じゃ仮に、その、なんですかね。これも面白いことでね。プロポーズして成功したとするじゃないですか。で、結婚しましたと。で、結婚生活、ぐちゃぐちゃみたいなね。そう。<laughs> で、ぐちゃぐちゃだったら、あの時告白して、プロポーズしていなければってなるだろうしね。だからね、わかんないですね、こんなのは。 うん、だから分かんないから結局はアドラー心理学でもう最終的になんかいろいろこうまとめてるのは何かっていうと今を生きろと <laughs> 今をダンスするように生きろみたいに説いてるんですけど、うん、自分の人生の今にスポットライトを当ててダンスしてるように生きるこれが一番いいんじゃないかっていうね最後説いてるんですけど、うん、分かんないですよどうなるか。 うん、だから例えばその時本当に好きだったら告白したいという思いがあるんだったらそこにスポットあげてて告白した方がいいんじゃないかっていうねうんつべこべ言わずつべこべ言わず自分がそう思うんだったらそれをやってみると、うん、でもその後はどうなるかわからないと振られるのかお付き合いして結婚してで結婚生活がうまくいくのか結婚生活ぐちゃぐちゃになるのかそれはわかんないとね なんだけどもこう今にスポットライトを浴びて生き,て生きる方がまあどちらかというといいんじゃないかなっていうところですね。っ、うん、ってらっしゃい